この先の道は長いですよ。そこの宿屋で休んでいきましょうよ。いや、まだ疲れてないから大丈夫ですよ。今日中にここ越えたいし。面倒な。急に力が。おっと、思わず席を奪ってしまった。まあ、若者はこのぐらい血の気を抜いといた方がいいっすよね。おい、客引きの調子はどうだ。猫、今ちょうどお一人様をご案内するところでしたよ。ん、なんだこいつは。魂が抜けたような顔をしてるが。聞く、いやー、腹ペコなんじゃないですかね。早く宿に連れてってあげましょう。そうしましょう。ふむ、そうか。リフィア、こいつを宿屋に運んでやれ。私とアンデッドセレブは例の場所に向かう。はい、では気をつけて行ってきてくださいね。例の場所って何のことです？ああ、この先にまた厄介なミラージュが現れたそうでな。昔のお前みたいに神器臭いやつらしいから、とっとと排除してやりたいんだが、お前も付き合え。昔の私みたいに神器臭い、えらい言われようです。チクチク。いいから行くぞ。ああ、待ってくださいよ。この辺っすか。へえ、土の湿りがちょうどよくて怨念をためるのに適した地質ですね。そうか、この辺はお前みたいなミラージュが住み着きやすい場所らしいな。誰だ、我が邪魔立てをする。この地は渡さぬ。金持ち野郎、貧乏な俺が。前の話を覚えてたのは感心するけど、もしかして私がお金を出さないのフォールしたい。ちょっと、分かった。ミラージュでしたね。私の怨念の日じゃなかったっすよ。しかし最後はちゃんと消え去っていったな。ええ、そうっすね、うん、お前はなんでああいう風に潔く消えないんだ。なんでそんな切ないことを。私、いらないコスか。うむ、まあこき使っていればそのうち成仏するだろう。いや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 、私はまだこの世で生きていこうかと思ってるんですよね。帰ってさっきの客を接待するぞ。はい。私芸とかあるし結構役立ちますよ。ほう、例えばどんな。例えば陶芸とか。うべ、どけせ。役に立たない。